こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は商品探しでね、うまくいってませんと。なぜでしょうというような質問があるんですけど、まあ、なぜでしょうというかね、まあ、商品探しやっぱりね、アマゾン室の、まあ、肝というかポイント、まあ、本当に、商品探しがやることがないというぐらいね、アマゾンはもう商品さえ見つけたらたくさん単純に売れるんで、まあ商品探し重要なんですけど、まあコツというかね、なかなかこの買い物がよっぽど好きな人、あるいはね、変わり者以外は、まあ、標準的な日本人って商品探しってね、みんな同じものを探しちゃうんで結構ね、苦労する。まあなんだろうね。いう部分がありまして、まあだからこそ、ね、標準的な日本人からかなり外れてる変わり者の私が商品サポートするとうまくいくわけなんですけど、まあただね、商品サポート、個別の商品サポートはね、個別サポートの会員さん限定のサービスなんで、まあじゃあね、どんなことに気をつけて商品探しするか、ね、それを、どういうところに注意して私がサポートしてるか、まあ、それをちょっとね、5つのチェックポイントということでお話ししたいと思います。まず1番、興味のある商品を扱う。ね、これ甘く見てる人多いんですけど、何らかの商品はね、誰かが興味ある商品。で、その興味ある人がね、その商品を扱った時と、あまり興味がない人が扱った時にね、全然これね、商品探しのその速度というか深さというか良さというかがね、変わってきます。だからね、まあ、何らかの方法でね、興味ない商品で、価格差がある商品を見つけたとしても、そこからの奥行きが出ない、広がりがない、ね、いうことでね、結局は長く稼ぎ続けることはできないです。これはね、もうね、2000人を超えるサポートをして、一人の例外もないです。僕はね、興味がない商品で稼いでますと言ってた人もね、まあ、結局ね、短い期間しか稼げなくてね、稼げなくなっちゃったりとか。僕ならね、興味がない商品でも、まあ、商品見つけられますと言った方もね、結局は長く見つける商品見つけることできなかったという例があります。もうすんごい好きというとこまでいかなくてもいいんですけど、もうこれね、見てて楽しいとか、ね、まあ、違いが何だろうっていろいろ調べちゃうとか、それぐらいのね、なんかね、関心がある商品を選んでください。まあ、これはね、個別サポートだと力を入れてサポートしている部分です。そして、2番、手足を使って探す。ね、頭を使わず手足を使って探しましょうという話をね、商品探しではいちいちしてるんですけど、これをまたね、甘く考えてるというかね、よく、まあ、よくわかってないというかね、根本的にみんながやってる商品やっても儲かりません。ね。まあ儲かるんですけど、そのためにはね、いち早く、始めてて、ずっとやり続ける必要があると。後から入ってね、先行者がいる商品に、出し抜いて追いつくってことはね、まあかなり Amazon の仕組み的に不可能に近いです。そうするとね、これね、手足を使って偶然に期待して商品探すって言っちゃね、なんか頼りない感じがするんですけど、まあ、逆にいろいろね、創意工夫とか頭でとか思いついてとかね、考えちゃうと、金太郎飴的な教育を受けた日本人が考えて商品探しをすると、まあ、みんな同じ商品選びます。面白いぐらい同じ商品選びます。だからね、極力その頭を使わず探すというのをね、重点的に、サポートしています。で、3番、ランキングの順位を気にすると。これランキング高いってことはね、売れてるってことはね、ライバルが多いってことですから、今から始めましょうとかいうね、初心者が入っていってもこれ勝てないです。ランキングはね、あるかないかだけ気にして、それ以外は気にしない方がいいです。いくつか商品があってね、これランキング悪いからやめとこう。こっちのランキングいいのだけ送っとこうとか言うとね、結果的に、打者儲かる可能性があった商品を切り捨てちゃって、競争の激しい商品だけ扱ってるというような、形になっちゃうことが多いです。それから4番、出品者の商品一覧は気にしない。これね、Amazon の仕組み的にね、この人何出しますと一覧がずらーって出ます。それを見て真似して出品しても、すでに先行して出品してる人のね、商品を出したところで初心者の場合売れません。初心者では勝てないです。逆にこれね、
自分が実績すごいあればね、まあ、初心者、自分よりね、しょぼい出品者のリスト、出せば、根こそぎ、勝てるんですけど、ただ、まあ、そんなことして狙い撃ちしてね、まあ、ライバルとも言えない弱いやつを潰してもしょうがないと。そんなことするよりね、自分で売れてる商品をただ単純にね、増やしていった方が、あるいはそこから芋づる式に掘っていった方がね、儲かる商品見つけやすいんで、勝てる人はこんなことしない。で、勝てない人はこれすると。だから出品者の商品一覧って丸々パクれますっていうふうにね、なんか楽して商品、売れる商品見つかるような気がするんですけど、実はほぼ役に立たないです。まあ例外としてはね、自己発送でいっぱい売ってる出品者に、そこそこ、売れてきた FBA 出品者がね、相乗りというかね、狙い撃ちするとごっそり抜けるということありますけど、まあそんなことしなくてもね、まあある程度慣れてくれば、もう本当芋づる式に商品っていくらでもあるんで、わざわざその出品者一覧から引っ張るっていうのは、よっぽどこのね、出品者潰してやろうという恨みでもない限りはね、やる意味がないです。そして5番。値下げが早すぎる。あるいは値下げが遅すぎると。これ適切なタイミングで価格調整をするのは商品探しと同じくらい重要です。値下げが早すぎると、早すぎてね、売れたけど結局これ儲かってないじゃんという利益、値段になっちゃうとね、もうちょっと、ね、そんな急いで値下げすることなかったのに、値下げ方法間違えたおかげでね、まあ適切にいじれば儲かる商品だったのが儲かんない商品として切り捨てることになっちゃったということがあります。あるいは、そこまで欲張んないで、もうちょっと下げとけ売れたのに、ね、高いままにしてたおかげで、ライバルに先を越されて、もうね、自分の方が先に参入した。あるいはね、同じ時期に参入したのに、ライバルに椅子を捉えちゃってね、自分は売れない。ね、きちんと値下げすりゃ儲かる商品になったのに、ね、サボったばっかりに、ライバルに負けちゃったということにもなります。こんなのをね、注意しながら。できるだけライバルの少ない、ね、儲かる商品を見つけるようにサポートしています。それから、できるだけせっかく入れた商品は、利益が乗って、補充できる商品として残そうという形で価格値下げをね、サポートしています。ですね、個別サポートでは、商品選びや価格改定も細かくサポートしています。本当遠慮なくご相談ください。本当何十個もね、下手すり100個以上も商品あるのにね、これ、何十個もいっぺんに相談する。あるいはね、毎日毎日10個も20個も相談するっていうのね、気が引けますというのでね、相談遠慮しちゃう人がたまにいるんですけど、まあ、全然そんなの遠慮してもらう必要ないです。初めの頃はね、まめにそういうの相談していただいて、商品探し、あるいは価格改定のコツをつかんで、儲けていただくと。儲けていただいて、末永くサポートを受けていただくというのが私のね、希望なんで、もうどんどん遠慮なくサポートを使って質問してください。また、個別サポートじゃない会員さんね、本業でやるなら、ね、あるいはね、お金はあると、商品探しうまくいってないという場合はね、まあ、本当、個別サポートにアップグレードした方が、まあ、効率よく稼げる。あるいはね、もっと言うと、個別サポートアップグレードしてこの辺のサポートを受けないと稼げるようにならないというケースもありますんでね。まあ、まずは気になる人、ね、サポートを受ける余力のある人は、無料の、スカイプ相談を受けてね、まあ、どんな風にサポートするか、まあ、どんな風に役に立てるか、まあ、それをね、確認してみてください。まあ、アップグレードの条件等はね、やっぱり手間のかかり具合によって柔軟に対応しますんで、まあ、少しでも気になる方はね、サポート、スカイプ相談を受けて、ご相談していただければと思います。Amazon サポーター、堀秀夫でした。